はい、こんにちは。こんな問題なんですけども、2桁の自然数を2乗したら下2桁が同じって、これ一つの答えはもうあまりに有名で、まあ覚えてる人多いと思いますよね。25の2乗は625なんで、他にあるかっていう話ですね。で、同じく3桁の自然数を2乗したら下2桁が同じでしたと。これはちょっとまあ別にいちいち覚えている人もあんまりいないと思うんで。で、これ実は昨日紹介した東海大の問題の最後の解き方を踏襲するといい感じかなと。これなんか問題文を素直に2桁の数 10a プラス b ってやって、それ2乗してってやると 100a2 乗。これはもう関係ないのはすぐわかるんですけども、次の 20ab がこれ3桁になっちゃう可能性高くて、いくつ取っていいのか、引くいくつにすれば100なのか200なのか300取ればいいのか、ちょっとわかりづらいんで、こうしちゃうとちょっとなんか沼にはまっちゃうかなという感じで、まあ 10a プラス b と置くのは同じなんですけど、それ自体を n として、で n の2乗っていうのを下2桁はもう同じですよと。でそっから先はまあどうでもいいんで、まあ、100の倍数ですよ、そっから先は。でこうして引き算してやれば、まあ下から上引くと n2 乗マイナス n が 100n と、まあ結構すっきりした形になって考えやすいかなと。で n っていうのはこれ当然2桁の自然数ですと。で n かっこ n 引く1が100っていうのは2の2乗を5の2乗を自然数と。で要するに n かける n 引く1の中に2が2個と5が2個と、まあその他の自然数が入ってなきゃいけないんですけども、因数として、素因数、あ、因数として。で n と n-1 ってこれ連続数ですよね。連続数なんで、この2つある2を両方に振り分けて、まあもちろん他なんだか分かんないですけど、両方に振り分けることダメですよね。連続数なんで、奇数じゃねえ、偶数と奇数なんで。で同じく5も振り分けちゃダメですよね。連続数が5の倍数で連続数なんてありえないんで、なんで52個と22個は分けちゃダメで、じゃあかといってもちろん、特にスモール n に制限がなければ22個と52個が片っぽに寄っちゃうのはあり得るんですけど、でもこれ全部寄っちゃうと 100n は2桁なんで、1個に全部2が2個と5が2個集中しちゃうのもダメってことは、どっちかが4の倍数だったらもう片っぽが5の倍数ですよと、あ、25の倍数ですよという格好になったんだけど、もちろん反対も OK と、入れ替えか。ってことはじゃあ、まあでっかい方の25の倍数は数が限られてるんで、 n が25の倍数2桁25 50 75、で n-1 は、引き算すればいいんで24 49 74、このうち n-1 がちゃんと4の倍数になってるのはっていうと、まあこれと。ようで、まあ最初に知ってた答えの25の2乗は625というのが出て、もちろんこれ反対も OK ですよね。n と n-1 のうち、こっちが25の倍数でもいいんで、そうすると、こっちは、1個多いんだから26、51、76が4の倍数になってますね。ということで、n が76でも2乗すれば、下2桁は一致するという、この2つが、2桁の場合の答えと。とするともう3桁も同じように n は 100a プラス 10b プラス c で、 n2 乗の方を今度は1000ですね。 1000n 足す 100a 足す 10b 足す c と置いて、やっぱり引き算すれば n かっこ n 引く1が1000はもう素因数分解しちゃえば2の3乗、5の3乗、n で、やっぱり連続数なんで、当然2、もう両方に2個1個とか振り分けるのはダメですと。5も同じく2個1個と振り分けるのはダメ。片っぽに寄んなきゃいけない。で、同じように全部寄せちゃうと1000になるんで、どっちかが8の倍数で、どっちかが125の倍数と。なんで、じゃあ n と n-1 で、じゃあこっち125の倍数、250、375、500、625、
750875。これで、全部ですか、次1000ですね。で、これで、もうそもそも考えなくていいのありますね。っていうのは、2桁の自然数を2乗したら下2桁が1って言うんですけど、別にこれ、2桁じゃなくて、ある数を2乗したら下2桁が1っていう問題だったら、ここが単に、まあじゃあ、そこから先、100、まあ、100XB や。足す 10A プラス B。この下2桁と2乗したものの下2桁が一致。これ単に100の位から先くっつけても、ここにマイナス X が入るだけで、議論同じです。ってことは、3桁が一致するってことは、そもそも2桁が一致する条件を満たさなきゃいけないんで、下2桁は25じゃなきゃいけないと。いうことで、もう最初からこの2個しか候補がないと。じゃあ124はっていうと、これは8の倍数と奇数100だからダメですね。624は8の倍数と偶数100は8で割れますよね。なんでこれが OK と、8の倍数になってると。じゃあもちろん逆も考えられるんで、押すと、N-1 の候補、この中で今度は、下2桁が75じゃなきゃダメですね。ってことは375か875。この2個だけです。候補は同じ理由で。下2桁が、76になってなきゃいけないんで。なんで、376か876と。8で割り切れるかっていうと、こっちは800と、76は8の倍数じゃないですね。8の倍数でない8の倍数だからダメ。こっちは76は8で割って余りが4。奇数100も8で割って余りが4か。これかな。300って8で割って余りなんですよね。やったら結局、普通に割り算するとでしょうか。8、20、3×24、60、8、7、56で、まあ、4ですね。なんで割り切れるんで、これ OK ということで、なんだっけ、624か。N は625か376ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。岡山で本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているのでぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。